医療機関のお役立ち情報をお伝えするウェブリーチャンネルへようこそ。こんにちは、河村慎也です。マイナンバーカードで受診をしようというのを促進するため、まあ、プラスしてですね、2030年までのですね、医療 DX を推進するために設定されているようなですね、点数、医療 DX 推進体制整備加算があると思うんですけれども、それがですね、2024年の10月から変わりそうだということで、今回動画でお伝えをしようと思います。どういうことかと言いますと、まあ、今ですね、キャンペーン的にマイナ保険証の利用率で、まあ、医療機関にですね、利用に応じた支援金がですね、支払われるということになってですね、まあ、いよいよマイナンバーカード普及をゴリゴリに推し進めているような状況ですけれども、今年の改定で、まあ、医療 DX 推進体制整備加算というのが設置されたんですけれども、資料を見ながらお話したいと思うんですけれども、施設基準のところにですね、6番マイナンバーカードの健康保険証利用について実績を一定程度有していることの一定っていうことがですね、どのくらいっていうのが決まってなかったということなんですね。この度7月17日に行われた注意教でですね、まあ、具体的な点数が話し合われて、おそらくその点数でいくんじゃないかなというところになりそうなんですね。その点数というのがどういうものかというと、こんな感じになってまして、ちょっと拡大しながらお話をしようと思うんですけれども、これまでは医療 DX 推進体制整備加算、まあ、以下ですと8点、歯科ですと6点、調剤ですと4点というのが決まってたんですけれども、この一定程度というものを加味してですね、こんな風に変わりますよというのが出ました。今年の10月からこれになりそうなんですけれども、この1、2、3段階に点数が分かれまして、11点、10点、8点ということになりそうだということなんですね。ちょっと表にまとめたんですけれども、まあ、こんな感じでまとめました。前の点数は8点で、加算1、2、3については8点、10点、11点となってました。これはまあ以下の点数なんですけれども、歯科はここからマイナス2点ずつ、調剤はマイナス4点ずつ引いていただければ結構です。これを満たす加算1、2、3の要件は何かというと、ちょっとこちらに戻りまして、マイナ保険証の利用実績、これは今のところなんか第1弾第2弾みたいなのがあってですね、第1弾は7月と8月の実績、第2弾は10月と11月からの実績ということになってですね、まあ、基本的に算定する3ヶ月前の実績を元に算定しましょう。10月の算定は7月のものを使いましょうということのようなんですね。利用実績について補足します。7月19日に行われた厚労省のセミナーでは、ご覧の資料の通り、マイナ保険証利用率の計算には2種類の方法があって、1レセプト件数ベースの利用率か、2のオンライン資格確認件数ベースの利用率が対象になります。基本的には1の算定方法を用いますが、来年1月までに限り2の計算方法を用いることができるそうです。そうしますと具体的にはご覧の表のように当てはめることになり、レセプト件数ベースの計算ですと、例えば10月の算定は5から7月の3ヶ月間の間で一番成績が良かった月の実績からどの加算が当てはまるかを確認。オンライン資格確認件数ベースの計算ですと、6から8月までの最高値の実績から利用率を割り出す形になります。それでいくと、この要件10月から12月の第1弾については、加算3を取るためには 15% の利用率が必要。2を取るためには 10% の利用率が必要。1を取るためには 5% の利用率が必要ということなんですね。で、今度1月から3月期にかけては、加算3がですね、30%。加算2については 20%、 加算1については 10% が必要だということなんですね。この資料にはこれ1月から3月までって書いてないで、1月からにはなってるんですけれども、実はここにですね、令和7年4月以降の実績要件は付帯意見を踏まえと書いてあるので、おそらくなんですけれども、4月という第3弾以降があって、そこでまた点数の要件が変わってくるんじゃないかと予想できます。実際にですね、どれくらいの人がですね、利用しているかというのも厚労省の資料で出ていまして、今日お見せする資料はですね、すべて概要欄から行けるようにはしておきますけれども、こんな風になってるんですね。で、最近のところ拡大するとですね、青が病院、赤が歯科、緑が調剤、黄色が医科
ということで、まあ、4つのグラフがあるんですけれども、一番右側が今年の6月の実績で、病院は 19%、歯医者さんは 14%、調剤は 9%、診療所ですと 8.24% ということで、これでいくと7月はもっと利用率が上がるはずですから、多くの医療機関さんはこの点数自体をですね、まあある程度取れるんじゃないかなという目論見はできるかなとは思います。その代わりと言っては何なんですけれども、実はこの表の下にですね、医療情報取得加算というのがあって、今年の11月までは3点とか1点とか設定されるんですけれども、実は12月から保険証の新規発行がなくなることに応じてだと思うんですけれども、すべて1点に切り替わっている感じなんですね。とすると、新しい点数を用いて、ベースのところをアップしたい。要するに2位か3を取りたいということにもなってくるのかなというふうには思います。以前動画でもですね、まあ、マイナ保険証推進のための支援金みたいなのを最大10万円配りますよという動画を作ったんですけれども、それはですね、実は10万円じゃなくて最大20万円にこうアップしているということも決まっていまして、それがこちらの資料になります。前年の10月の実績に比べて、まあ、どれくらい増えたかというところ、赤い字のところが10万円のところから新たに追加されたんですけれども、まあ、診療所でいきますとこう20万円ということで、10万円に行く医療機関が多かったということのようで、まあ、それよりもさらに促進するために上積みがありますよというところでこう出しているんですね。で、まあ、この動画も作ろうかなと思ったんですけれども、ちょっと10万円の時に出した動画がですね、まあ、良くも悪くも反響がありまして、まあ、あえて作るとなんか変にマスコミを煽るみたいになっちゃったら嫌だな、もしくは私がマスコミ側になってしまったら嫌だなと思って動画はあえて作ってないんですけれども、まあ、医療機関にとってはマイナ保険証で受けていただくっていうことをどうぞ推進してくださいねということになっています。まあ、もちろんこれ賛否両論あってですね、厚労省の資料からのアンケートでいくと、マイナ保険証を使うことで、まあ、今までのオペレーションと違うようなことになったりですとか、まあ、顔認証のところ時間が取られるということで、まあ、受付に並んでしまうみたいなアンケートの結果もあったので、オペレーションが今複雑になって忙しくなるみたいなところもあるのだと思いますけれども、12月で新規発行がまあ止まってしまうので、これ乗らないということは考えにくいということもありますし、そもそもこの医療 DX 推進体制整備加算というのは、マイナンバー保険証の利用っていうのはまあワンオブゼムでして、来年度から始まる予定の電子カルテの情報共有サービスにつながるかどうかですとか、まあ、そういったところも入ってですね、いよいよ2030年に電子カルテを 100% 普及させようと思ってる政府がですね、本気を出しているというところがわかるかなというふうに思います。今日お伝えした内容はですね、これ中医協の議論であって、まだ確定ではないですけれども、ほぼこれでいくだろうというところなんですね。告示があって、おそらくまあ8月中くらいかなと思うんですけれども、確定するような形でまあ進めていくようなところになりますので、今後もですね、まあ、この情報がありましたら、引き続きこういう動画でお伝えをしたりですね、 X の方でもですね、割と動画よりは速報的な感じで情報をお伝えしていますので、そちらもフォローしていただけると嬉しいかなというふうに思います。今後もですね、皆様にお役立ちの情報をこのチャンネルでお伝えしていこうと思いますので、ぜひチャンネル登録と押していただいて応援していただけると幸いです。それではまた次回。